皆さんこんにちは2021年のウルトラ合格フルコースの全貌というですねテーマで10分10本程度ですねお話しさせていただきますレクセニン講師の水野と申しますどうぞよろしくお願いします それでは夏から始めてですね一発合格を目指す講座これ卓建のですねレッグのパンフレットですねこちらを使ってですねどういう講座なのかというのを、まあ、説明趣旨ですねそれをねお話しさせていただくというお時間でございますじゃあまあ早速ですがね中身を開いていただいて12ページ見てください。 このウルトラ合格フルコースとライトコースというこのコースで説明させていただきますがフルコースライトコースこれ中の講座の数が違う,う形です。まあお時間がないとこのライトコースっていうのでもっていうところなんですがやっぱりおすすめはこのフルコースです。もう全部フルパックになってる合格まで全力疾走できる短期合格の目標コース。要はまずどういう構成になってるかというと知識いきなり問題集やりましょうっつってうもそれはなかなかできないですよね。 あの試験っていきなり問題過去問とかねその問題集から始めてインプットするっていうそういうやり方もね一つやり方としてはねあるんですよありなんですよ。私独学ででやる試験とか全部そうですアウトからインですあのアウトプットでどんな問題出るのか見てインプットするっていう要は先にテキスト読んでると何が大事なのかね赤い字とかになってると大事なんだろうなわけだけど本当に大事かどうか分かるのは過去問とかその試験に何が問われてるかなんですよ。だから 過去文を先に見てからインプットやややるっていうようよなやり方でやったりしますただやっぱりそれはねちょっと力技もあったりとかあと何ですかねあのなんか分かった分かんないんだけど分かった気になれるようなちょっとずうずしい性格じゃないとやりにくいところなんですよ。やっぱり一般的にははまずは知識をを入れて理解をするでその理解をもってして問題解いてそして演習してそして繰り返し間違えたところを修正して実力アップしていくという。 これがねやっぱり通常ですよ。まあその作りでね、えーまあ、一般的な作りで作ってるのが学校の資格の学校の作り方です。で理解する、まあ、この俗にインプットっていいます。インプット知識を入れる作業でこの入れる作業で35時間完成講座というのが15回2時間の、えー、班の15回で権利6回でこの回数であるんですがまずこの完成講座でインプット過去問 宅建試験の過去問をちゃんとできるようなレベルまで持ってきます。でも過去問も超難問とか鬼問とか尋問出てるんですよ。うわあってね。三十五時間じゃ網羅できません。うん、あ、絶対網羅できません。でも網羅できないけど、合格レベルいくんです。なぜなら三十五時間をやって、そして問題演習で実力引き上げていくんでね。うん、で、その前になんだこの三つはと。短期合格を目指すスタートダッシュ講座。これ。 実はは法律というのは考え方があ,るあとは言葉特に権利関係6回ありますがえその6回でもう全部にわたってちゃんと初めに知っといた方がいいそういう内容はねこの3回のうちの権利1回発見予報一回法律の制限1回えそれぞれ1回ずつあるんですが全体像を見る作業なんですよ。これあの通信のみで あの見ていただくことなんでねどうしてもねあの私とお会いしなきゃいけないという生クラスがないんでね私か会うしかないんですけどね学校では見れないんですけどねうんこれね是非見といてください。35時間始める前にスタートダッシュやるやらないだとやっぱ前提のベースができてるできてないでこのウルトラの理解が違うはずですだからこの理解するのはスタートダッシュ講座権利擁護制限を受ける前に1回早聞きでもいいからあとこの講座というか皆さん 実は去年やってたとか去年も卓球式受けたとか音措置も受けたとか実は5年目ですとかでもさすがになんか学校来ないとなんかもう合格できないから来ました今回っていうねそういう方それだとスタートダッシュっていや知ってるよ俺はっていうことも多いかもしれません、えー、だけどやっぱり今年始める前にね2時間半という貴重な時間をおつお付きあいいただきますけど全体像を見てからやった方が効率はいいはずですじゃあこれインプットやる次演習で インプットしししたととててても覚えてないところなんていっぱいあるしそもそもインプットで覚えるというよりは問題を解いて問題の出方はこう出るからこれはこうやって覚えなきゃってねそういうところになってくると思うね要は演習問題これのアウトプットって言いますアウトプットこれがウルトラ演習解きまくり6回222とでこれ222ってねあの全部で6回でなってるんですが 6回ででで問問題題全全部部試試験験に必要ななな無理ですす、うん、そんな甘いいじゃないですただ、ね、丸抜問題と重要の図表書を使ってこの問題を解くこの姿勢ができるんですよ。で結局この過去問とかをやれって多分達検試験は聞かれてると思います。でもしまだ何か聞いてないようだと私も動画でね「なんか今から始めようレックで短期集中学習」とかいうその動画をね、まあ、ウェブで配信してるので、ね。 えー、それ見てみてください要は勉強の仕方でやっぱ過去問をやるっていう話がまあ、これねどこの学問どこの講師もみんな言んですよこれは嘘じゃない本当なんですでもなんとなく過去問をやってなんとなく丸かなでなんとなく雰囲気でやってて当たってても全然できるようなんですよそうなんとなく過去問を繰り返すと過去問の正解番号を覚えてしまうんですよもう問いの25はあこの一番短い文章のやつが正解詞だったオラ当たったもうね 過去問の正解番号を覚えて繰り返し何回繰り返しやってもできてません、うん、でもう問題文読んでこれが正解って覚えちゃってるからもう66検討しないでももう正解できちゃうんですようん全然できるようになってもねだから過去問を解くというのは、ね、どういうものなのか過去問で勉強するのはどういうことなのか、うん、そういったものをねちゃんと姿勢を、うん、学ぼうというのが解きまくりえであと出た中必勝総まとめというのはこれはなんだと これ実はね、だいたい生クラスだと8月後半から9月あと10月頭にかけて、まあ、学校によってこのスケジュール違うと思いますけどねこの出た順というのがあるんですがインプット知識を入れるアウトプット知識を出すでできてるかできてないか一個一個丁寧に確認、ね、じゃあこの出た順そうなったります。要はただ問題解いて演習問題解いてっていうこれ問題量多くなるんですよ。 あの6回の場合ありますから、ね、ありりまますすかかららねね否を分けた過去問を分野別にまとめてそれをしっかりやっていこうというねどうでうこのまとめの講座は要は過去問をやってあこういうところが大事なのねこういうところが大事だからこの図表紙のここのところはしっかり覚えなきゃいけないと問題通して何をインプットすべきかをやる要はもともとやったインプットアウトプットを逆をやってねらに 強固な知識にしていこうというこれがデータ順筆商総まとめています。まあこれが十二回あります。そしてもしでこのもしは全国もし三回ファイナルもしってもうちょっとこので、ね、データ順の途中からね受けることになる方の方が多いと思いますがもし三回ファイナルもし一回これがついてます。でもしやっぱりこれ必ず受けた方がいいと思います。え思いますっていうのはあのもしってね受けなくてもね合格レベルに行く人は行くんですよ。うんあの。 例えばそうですね。まあ過去問の年度別の過去問書を模試代わりにして、それで合格レベルに行くってね、そういう方もいらっしゃるんですよ。だけどやっぱりこの会場とかで本試験さながらの状態で緊張状態で模試だと緊張しない方多いんですよ。でね、私はアドバイスで言います。緊張してください。もう模試を本試験だと思って一回一回四回受けるには慣れますから。あのこのね模試って。 結局まだ66自分が実力ない状態で受ける方が多いのでそうすると「まあできなくてもしょうがねえ」やってどれだけできるか試しにっていうか気楽に受けるんですよ。すんごいリラックスでしてできるでテンポよくできるから例えば2時間のえ時間取ってんのにもう1時間とか1時間半ぐらいで終わらしてもうさっさと出てって答え合わせしてまあ何点だったみたいにねそれだけ見るあのもったいねえもったいねえなたっけえ金払ってんのやて思うんですよ。 あの模試はね本気でね試験だと思って受けてほしいんですよ。まだ全然勉強やってないいやそれでも今のところで全力でやってほしいんですよ。で全力でやって結果が出たらどうですかウィークポイント弱点今やるべきことか見えてくるんですよ、うん。要は模試は点数何点取れるかなじゃなくてそんな点数なんかじゃなくて自分の弱点が何なのかを探すためにやるのがもしなんですよ。だからそのためには全力でやるあとは本試験は緊張するはずなんですよ。あの合格するつもりでいけば。 絶対合格って思ってご試験を受けたら多少なるともどんなねずぶたれずも緊張するんですよ。うん、うん、あの緊張しないのは全然その気ないからもう記念受験だからいやまあ別にねってねあとは本当に心臓に気が入ってもう完全なる自信持っていると緊張しないそういう人もいます、うん、だけどやっぱり多くの方は合格した絶対合格えいや緊張するんですよおね緊張なりしてくださいよ。 あの緊張してても緊張をねほぐす方法なんてないですから、うん、なんか人と人よという字を書いてのってあ,あら人前で話すか、うん、とりあえずなんか緊張をほぐす無理です緊張したら緊張してる自分を受け入れてくださいああ緊張しちゃってっかなそのほうが緊張なくなりますあの緊張もうなんかもう深呼吸するとか言ってねもう緊張なんか なのか,なんかね「かで、はて「大丈夫かなこの人」ってねなんか見られちゃいますよ逆に注目集めてそんなことやってると逆になんかこう何かプレッシャーになっちゃいますよだから緊張するのが当たり前人間なんだから<え>だから緊張慣れてくださいその緊張感を持って毎回やるえこれやってくださいね。でファイナル模試って本当総仕上げなんですがこれ本当模試はいい点取って自信にすんのはいいけどいい点取っても安心なんて絶対になんないでくださいね模模試は模試はですからね。 もしでいい点取ったって本試験いい点取となきゃ落ちるんだから浮かんないんだからそれはもしはもしだから逆にもしで壊滅的な15点ですどうしましょうとえ大丈夫ですやれば大丈夫ですこれからやるやつ要するにもしは今が何点であるか今の自分の状況をこれ把握するそれ大事なもなんですだからいやできてるかどうかわかんないからもし受けるのが怖くてっても,もし受けるのが怖いってもそれがもう絶対おかしいですよあ生み出しとかないと うん、ぶっつけ本番で本当に実力出せると思いますという意味でも、はいまあ、このぐらいの数やっとくといいのかなと、うん。なんか1回だとちょっとあれかななの、うんまあ3回4回ね、まあ、これぐらい受けて慣れていただく。であとは直前対策ってありますが究極のポイント300っていうのはあの300全部100、100、100でね権利行法制限100ずつあるんです一問1答が。 100のあやふやな知識より武器になります逆に100のあやふやな知識あっても試験の会場では武器になりません、うん、知らない人と一緒ですあやふやな知識は知らないのと同じなんですどっちかな見たことあるなあ2つには絞れるなで外すパターンがその多いパターンですえ逆に絶対これとなんか分かんなくてもえこの4つすっげえ難しいけど1番だけは絶対バツってなった時点で 正答率が25から33に跳ね上がるんですよ跳ね上がるんですよ2つ絶対これ×ってなったら50に跳ね上がるんですよ結局1個枝を確実に切る方が点数になる可能性が高いでそういったところを攻略するこれが3 0 5差あとデルトコ大小予想会っていうのは50問全部予想問題でいくのがこれです。で「もしもでしょ?」っていうんですけどあの模擬試験は「こんなん出ねえだろう絶対できねえだろう受験生は」っていうのも出すんですよ。なぜなぜら本試験もそうだから うん、だから本試験ってね点数を調整するためにも、えー、大体まあ40超えないように調整するためにも難しい問題出すんですよ正答率が下がるような、うん、そういうのが模試にもそうなんです模試も同じようにしてるんですでこのデルトコ大予想会はもうみんな全部、ね、予想問題で作られてる50問模試と似てるんです50問の作りで、うん、だけどそれを予想問題としてるのがこの講座あと6点アップっていうのは私一番おすすめなんですけどこれ6点アップって前日やる講座なんです え前日まで講座やあのこれね私もねあのレックこのな講師になった時はねちょっとね「大丈夫?」前日家にいた方がいいじゃねえ」って実は思ってたんですよ。で何でいいかって言ったらあの家で前日過ごしてるとね明確に自分のやるべきことが見つかってると前日もやれるんですよ。 でもなんか何やっていいか分からなくてもうそわそわしちゃうともうなんかもう落ち着かなくてねでまたなんか本当に片付けとか家の片づけとかし始めてるしてもうなんか気づいたら前日の夕方で「うわ何にもやってない」ってショック受けてでもうどうしようみたいになって当日も「どうしよう」なも引きずって全然受かんないみたいね。要は前日悶々もとしてもう手がつかないもう試験の勉強に何にも手がつかないっていうそういう状況になんないように前日「絶対これ最低限やっときましょうね明日ガンガン出るからね」っていうところ。 どっちかというと基本的なところばっかりです。それをもう一回詰め込む。もう一回見直す。あやぐやなとこが一個でもあったら、あそこ持ってけっていう。えー、そういう講座です。うわ、ん、かる。わかるっていう。気分をねこう上げていく。えー、そういったのが六点アップ講座っています。 だかからこれねなんかすごい名前ですけどねあのこれすごく有益な講座なんで、まあ、この直前対策も全部含まれたのがこのフルコースでございます。で最後になりますがライトコースはこの直前はもうやることあっから家いはい決まってるから自分でやることがとあと出た順これ12回ってなるとやっぱ通うとなるとね結構1ヶ月、ね、週2回だとどうですかねやっぱりこう結構1ヶ月ちょっとかな1ヶ月とかかかっちゃうじゃないですか。 いやそこまではね通っていられない仕事関係でっていうねそういった方はまあ含まれないっていうライトでもまあいいんじゃないでしょうかなんですがまあおすすめはやっぱフルコースなんでね ぜひご検討いただければと思います。はい。まあ今回ですね、この、えー、どういう講座なのかというのをご説明させていただきましたが、まあ、試験をね受けるにあたって勉強なんかのねガイダンス、まあ、説明会なんかもねこの配信してますので、そちらもぜひね、えー、見てみていただければと思います。以上でございます。はい。それではですね、えー、合格フルコースの全貌というタイトルでお話ご清聴ありがとうございました。皆さんの合格をお祈りしています。お疲れ様でした。